レッドベルベットのファンに対する対応に、レッドベルベットのファンであるレベラブから、ウェンディおかしいのかな?という声が上がっています。レッドベルベットのメインボーカルでウェンディは、一体何をしてしまったのでしょうか。K-POP では、メンバーの誕生日やグループのカムバックの際に、自分の好きなメンバーのためにプレゼントをしたり、広告などのイベントを用意したりすることが、ファンダムの文化になっています。このようなイベントでは、ファンたちが集まってみんなでグループのお祝いをするのです。アイドルが実際にそのイベントに足を運ぶことも少なくなく、イベントをしているところに内緒で現れ、写真を撮って SNS にアップするという姿も見られます。ところがウェンディはさらにファンたちを驚かせることをしました。ウェンディは自身の誕生日にファンであるレベラブをイベントに招待することにしたのです。ウェンディは事務所である SM エンターテイメントに近いカフェを貸し切りました。参加したファンによると、誠実で愛に満ち溢れたイベントだったとのことです。ウェンディは装飾のみならず、インテリアやカップホルダーやフォトカードなどすべてスタッフに任せず自分で手配したものでした。中には未公開のポラロイド写真を壁にかけてハートにデザインしたりと、ウェンディからの愛を感じるものだったようです。さらにファンたちがウェンディに対して願い事を書いたりできるメモが置いてあり、ファンたちが思い思いに書けるようになっていたとのことです。しかしサプライズはこれだけではありませんでした。なんとウェンディがこのイベントに登場し、コーヒーとクッキーを一つずつファンに手渡ししたのです。これにはファンたちも、ファンサービスを超えた誠実さだったと語っています。カップホルダーには、ここに来てくれてありがとうというフレーズが添えられており、温かい言葉とともにファンたちは彼女からの愛を受け取ることができたイベントでした。この待遇にファンからは、ウェンディは頭がおかしくないですか、ただのファンサービスと思っていたらこんなにも誠実な対応をしてくれるとは思いませんでしたという言葉が上がったのでした。ウェンディの愛を感じられたファンたちがとても羨ましいですね。ウェンディのこれからの活躍にも期待していきましょう。